お疲れちゃんです。ラットです。そしてカツネと失礼します。今回はグッ、はい、というわけで、シーズンがね終わりました皆さん、はい、今ですね、今終わりまして、ですね、まあね、順位が出ましたってわけで、僕はね今シーズン結構頑張りまして、あの、はい、こちらですね、43位ですね、まあ、世界43位で、まあ、日本だと何だったか、ケントが写真残してたんですけど、麦たん、はじめ社長、海、ジャック、キタッシャン、で、海外の代行があって、6位か7位ぐらいですね、もうその辺はちょっと分かんないですけど、だけど、まあ、世界43位取ったんでね、まあね、その、まあ、ぼちぼち満足はしてます、はいはいはい、してるんですけど、あのね、僕、このロイフグデッキをずっと使ってたんですけど、ちょいちょいね、やっぱ相性がいいのに、なんか勝てなかった試合があったんで、僕的には、まあね、ベスト7位、一応ね、この、もう 何年前なんだかっていう、やつなんですけど、それがあるんでね、まあ、結構まあ悔しい部分の方がね強いですかね。なるほど。ちなみにね、皆さんやっぱ隣にコタがいるってわけで気になるじゃないですか。やめて、もう今シーズンは違うんや、はい、います、ここに、違うんだよマジ。世界535位、まあ世界500位って言うとね、すごいよね、普通に聞いたらすごい。うん、確かにね、なるほどね。まあ僕は43位なんですけどねっていうわけで、あのね、まあ、リプレイ見ながら今後のね、まあ、シーズンって多分この後ね、多分もしかしたらこの動画撮影中にメンテが来るかもしれないんですけど、今本当終わってすぐ撮ってるんで、ね、終わってすぐ撮ってるんでね、まああのちょコタに見てほしい、見たいリプレイを選んでもらおうかなと思います。むず、あのポンピオとかこれね、そのまあうまいやつなんですけど、あと海外のモルテン、あと海外のあのボーフバッ ク、海外プロとめっちゃ当たりましたね。でこの迫撃も鬼うまかったんですよね。でゴーゲムのちょっと見たいかも、ニコラス、あこのこれと、まあ、これちょっと相性がいいですね。でラバクロペッ、あとダニさんですね。ダニか。あとはこのゴレ、ここはこのゴレは負けたんですよね。だからゴレは結構勝てる試合と勝てない試合がある。そう、ポンペア、さっきは勝ったんですけど、こう負けて、そう、このペック工場めっちゃ相性いいんですよ。この人がめっちゃうまいよね。そう、バッセル。で、タキキさん。で、サジゴブ。サジゴブ。そう、これも勝てないことはないんですよ。なんですけど、なんかね、負けました。で、これ、これも世界一ペックがうまいやつなんですけど、相性いい気がする。鬼相性いいんですよ。違う、強かった。そう。って感じですかね。この辺はもうリプレイがなくなっちゃってるんですけど、まあ、チェーンクロスにもね勝ったりいろいろね、この辺そう、ここでポンピオもある。ポンピオ何回やかっくんね。3回やってね2勝ですだけで、まあね、とりあえずゴレからニコラフの、ニコラフっていう人もゴレめっちゃうまいね。そう、ゴレ使いですね、はい、というわけで、まあ、ロイフがね比較的ゴレには相性悪いんですけど、ゴボリもあって全然通らなそうなんですよ。でもあのゴボリ型のゴレの、まあ、弱点としてはやっぱり一個一個が重たいのと、はいはい、まあ、個体しかないんだよね。個体っていうのかな、単体。そう、ミニペッカにね、全部ちょっと相手だね。おー、なるほど。弱いっていうのがあるんだよ。まあ、そこね。まあ、なんとかやって感じです。で、このロイフグデッキ、皆さん、僕めっちゃ動画出したんですけど、多分ファルチェが出てくると終わるかもしれないです。まあ、あのファルチェがね。残念なことにロイフグ死亡です。まあ、でもファルチェもなんか、直前になっけ、今 98% 変更が余計学科じゃん。うん、でも 80% になっからしいし。あ、そうなん、知らなかった。知らなかった。俺な。あ、そうなの。82% かな。なんか若干高力が下がって、あの 1.5 秒から 1.1 秒があの鎌が回復早く上がったじゃん。これが 1.5 秒から1秒になった。いんな、めっちゃ早いじゃん。早いけど、こうでちょっと落とすから許すけねみたいな。ああ、なるほどね。英語あれかな。でもあの火力がめっちゃ高いんで、正直あのロイフグこれ飛ばすじゃないですか。ファルチェ出てきて、もうキューだけでもうほぼミリ残りになって、タワーからの攻撃でもう全員死んじゃいます。ファルチェとウッドとかで完封されて大カウンター来て多分終わります。ファルチェ怖いな。なんでロイフグはあの多分ね、次のシーズンは結構減るんじゃないかなと思いますね。まあ、わかんないですけどね、全然ファルチェが思ったより弱いかもしれない。そうなんですね。なんでまさか、まあ、わかんないです。はい、だけでファルチェ環境になるんですけど、はいはいはい、まあ、楽しみっちゃ楽しみなんですけど、なんか今までと大きくめっちゃ変わるんで、うん、そこがヤバコからね、結構ヘグ可能性が高いんで、オワコンカードになると思います、ね、かなり変わっちゃう。でペッカも動画も読めないし、うん、ね、ちょっと不安もあるよね。でね、ちょっとここのねロイフ飛ばしたのは正直マジアちゃん残ると思って飛ばしたんですけど、もうこれただレイジのところにロイフ飛ばしていい感じに防衛させてあげるって言ったらもう自己防衛でしたね、これ。あ、自己攻め、自己もやってる攻めでしたね。でここはアイゴレで受けようと思ったらミスったんですけど、まあ、アイゴレコウモリの形してきたんで、まあ、結果的にいいよねっちゅうやつ。
で、このゴーレムは、まあ、チャッチャミニペで溶かして、本当は蓋でね、アイゴール蓋とかをして、やりたいんですけども。これ頑張っかいけ、ミニペッカね、そがこう。これランバー後ろから出てきたの美味しいんですよね。トリネもなんかね、引っかかってて。でも、そうそうそう、結構残ったっけない？結構美味しいんですよね。おマジャッチャが、まあ、相手は処理できないので。2周目マジャッチャ。そう、2周目マジャッチャ回すんですけど、結合でされて、お前、アードが。やべえやべえ、急に。ここやばくない普通に。いや、もう。これ焦げ飛ばしてもがっくりで、ガン。そうなん。でもまあ飛ばさないとね、結局僕もすることがないんでね、多分飛ばすと思いますね、はい、うん、で多分ミニペの前にアイゴレつけて、そうですね、アイゴレミニペでゴールを溶かしたいんですけど、これね、あのよくあるあるランバーアイゴレ、ミニペアイゴレになっちゃって詰むってやつなんですけど、もう一回ミニペができた、そう、変えてないんでね、あとマジアチャがずっと右側生きてて抜いてるんで、このダメージがちょっとでかいですね。相手としてもマジアチャが厄介なんで、こういう名語使ってね、処理しようとしてるけど、延命。うん、今俺隣で聞いてたけど、本当に何言ってるのか分かんなかった、確かにちょっと早いと難しい、うん、でね、ここまあ僕としてはマジアチャとミニペッカをたくさん出したいですね。相手のやっぱ弱点となるカードをいっぱい出したいっていうので、こんな感じでね、ミニペッカうまく使って、そうですね、はい、でここで逆サイマジアチャの前にローグ出して、その間にね、こうちゃちゃっとゴーレムとかしてます。忙しいな。そう、忙しいんですね、この日記は。でアイゴレ出してっていう感じで、まあね、コウモリとギャングはまあカード回しとか防衛で使えたら使う感じで、こういうゴレにはね、まあ、もし相手がファイボとかだったら逆にマジアチャはあんま出さないかもしれないんですけど、まあ、相手のね、相手はマジアチャが処理できないのと、ミニペッカの処理に結構苦労するっていうので、はいはいはい、相手の弱点のカードをいっぱい出してあげるっていうのは大事ですね。頑張って回してね。ね、このミニペッカはちょっとシャシャッと。けど、まあ言うてね、これでマジアチャ延命できてるんで。まあまあまあ。で、ここは、これね、ビビドラも相手が早めに出してくれて美味しかったんで、コウモリ処理からのマジアチャ延命ですね。延命できてないけど、まあまあ、まあ、でもこういうところで、お、これはマジアチャで射抜きます。一発あります。でこれミニペッカでね延命して終わりです。お疲れ様ですって感じで、あれ結構粘ってるよ、結構粘ってる。あ、でもこれで半分けないですね。なんでまあミニペッカでなんか意外とね、マジアチャミニ残りの前にミニペッカつけたりとか、まあなんか相手がギャングとか入れるとまた話が変わってくるんですけど、まあ、ギャングぐらいなら全然突破できるかもしれないですけど、なんか陸受けに縦の選手とかあったら、あんまミニペッカね攻めで使うとちゃんと防衛されて終わっちゃうんですけど、相手が逆にね、受けがないっていうところで、ミニペックは防衛でも使うし、しっかり攻めでもね、生かしてあげます。というわけで、ラバクロは僕、勝てるんだよな。ライキさん、誰か苦手。彼もなんか、そう、意外と。カグチがガバが減ったが、これラバクロ終わりますね。ちょっと悲しい。てなわけで、リプレイを。ポンペオ見たい。ポンペオ微妙？あ、これ？うん。あ、いや、なんかね、ポンペオサイクルでやっぱ結構決まるみたいな感じがあって、はいはいはい、もう1回負けた時はもうコウモリにザップ打たれて、なんかマジアチャに5打たれての鬼サイクルだったんですけど、うん、でゴボリでロイフグ受けられて、うん、なんですけど、なんか相手がもうロイフグギャングとかに5打ったりザップ打ったりする流れになっちゃうと、もうこっちの逆にマジアチャが残ったりコウモリが残ったりで僕のペースになれるんですよ。なんで自分から作るとすれば、まあ、ロイフグ飛ばしたらゴボリだけなんですけど、ギャングとかを、はいはい、出してギャングにできるだけザップを出したいんですね、イメージ的には。コウモリを生かすか、コウモリやっぱバルーンの防衛使いたいんで、まあ、あとは相手のこのデッキも先ほどと一緒で、うん、あのあれがきついですね、あのミニペッカ、なんでこれもまた一緒でミニペッカが結構刺さるって感じですね。おー、これまたあれですね、バルーンの防衛に僕必死だったら、たまたまミニペギャングのこれ、ここですね、ここで相手がザップ使ったことによってちょっとね僕のペースになるんですよね。まあダメージ入ったのもでかいんですけど、でギャングがねやっぱ結構相手からしたらうっといのかなと思いますね。ここはゴイホグ、ここはいやね、どうだろう、後ろから多分アイゴレで展開して、あアイゴレ展開からのマジアチャはハイブ打たれるだけだからワンチャン出さない。そうっすね、ミニペイ出して、そうミニペイは結構多分相手マジでうっといんで防衛には使う、今回あんま役立たないから船で使う気がする。リガーの処理に使えるけど別にギャングでもいいんで、その分攻めで生かしてあげます。ゴボリでそうミニペッカ受けてくれると、そうゴボリをミニペッカでこう壊したら僕のロイフが通るんですよ。でこのロイフにハイブを普通防衛するんですけど、今ハイブマジアチャに裂いたんでめっちゃダメージ入るで、
相手はこの浪服のダメを抑えようと今ザップまで使ったんですね。腰かコウモリとかそう、ここでザップを打たずにバルーンつけて攻められると僕としてはまあ5ボーイもあったんで別にそんな怖いわけじゃないんですけどちょっと嫌ですね。でもこれアイコレミニペギャングルするんでこれに相手は気づいて5ボーイだけだと守れないから、これインドラで多分守るんですよ。そうで僕も絶対インドラで守るだろうって分かってたんで、もう5構えて、お互い分かって考え、そうでここでまあコストいっぱい使いますよねっていう話なんですよね。ここ5も諦めて打っちゃって、5打っちゃってそしたらねロイハグ通ります。あ、5倍受けられるんですけど、多分、ここはもう削りですよ。498だったんで。手間方、もう終わりか。もう終わりですね。これなんかね、勝てるときはめっちゃこう綺麗に勝てるんですけど、なんかね、あの別の部屋で今、みかんさんがすっげえ発狂してるんですよ。天国と一緒にね。マジで、えぐい発狂してるんで、やばい。ワンチャン、まあ、BGM で多分入ってないと思うんですけど、ワンチャンね、かすってるかもしれないですね。まあ、てな感じですかね。で、ペッカは、結構なんかアイゴレでペッカ釣ってペッカの後ろの工場とかラムをミニペッカで処理するっていうサイクルができれば結構ね勝てると思う。あ、これボーフマークとの試合激アツだったよ。じゃあラストね、ラストね、いつ免許始まるか分かんないけど戦闘民族ボーフマーク。まあなぜ戦闘民族って呼ばれてるかは言っていいのかな。あ、まあ大丈夫、まあそれぐらい大丈夫か。そう、ツイッターで残ってるじゃん。なんか海外のまあ、海外のプレイヤーがいて、ね、なんかそいつが何のツイートをしたんだろう。なんか喧嘩打った、なんかで喧嘩打ったんだよ。じゃあね、え、この人がその海外のプレイヤーが遅延クロス、あ、そうそう、もうち、そうね、そう、遅延クロス一つのデッキをめっちゃ極めてる人がいるんですよ、うん、でなんかその人が多分上がってたんだっけ、やったろか、なんかその人が CRL に参加するからかな。いや、もっと、ま、あ、いや、どうだろう。でも、なんか喧嘩してね。そうね。まあ、一つのデッキを極めた人に対して、このね、何でも使える、マジで、その何でも使える上手い人なんですよ、このボーフマークって人は。が、あの、その一つのデッキ。あ、残業終わっちゃうから。そう、プロになって、おなんかみんなウォーになってる時に、お前一つのデッキしか使えねえから、番で終わりだろ、みたいな。うん、うん。無理だろ、みたいな。言って、喧嘩かけて、そしたら、あっちが、いや、なんかそんなことね、何でも使えるよみたいな、俺は強いんだよみたいな言って、じゃあお前 BO5 やろうぜみたいな、で5000ドルかけてだっけ。5000ドルやって、今回勝ってくるね。5000ドルは行き過ぎだな。500ドル、1000ドル、剣豪か100号か剣豪か、そう、まあ1万か5万とかだったよな。1、5、10か5やけどな。そう、なんかもう多分そんぐらい、まあ1万円か5万円ぐらい、ガチで結構な金額。え、じゃあそのまあ100ドルか、まあ、500ドルか、うん、かけて BO5 やろうぜってかけてボコボコにするっていう。ハイパーがガチがバンで、もう本当にバンでバンにしてボコボコにしてね、分からせて。ですぐ、まあ、その後にもなんか誰かに BO5OK ってすぐ BO5 やって、もう自分の力で分からせようとします、この人。実際ね、強いって、ね、実際強いんでね、まあ、自信に満ち溢れてるプレイヤーです、ね、ここ今の危ない、いや、もう終わったと思って、コストないしって。神ウッドですね、神ウッド。ウッドもちょっと OK かりね、ノックバック、うん、うまくいかなかったら終わってたよね。神ウッドです、2-1 なんで、この試合は。まあ、ここから面白くなります。で、僕としては、ロイホグ。ここに抜いていくんだ。そう、できるだけ削りたいっていうので、このハンターちょっと厄介だったっすね。で、このムートもいやらしい。ロイホグに5を打つと、ムートとかが意外と厄介なんで、多分結構5ボールはしてないんですよね。あ、ムートだけも本当にガグそう。まあ、ムートミニペッカーで出たいんですけど、まあ、ここはね、右側。落とされてないんで許容して左側しっかり守ります。もう僕的には1-0で勝ちたいっていうプランだったんで、まあ時間もね、でこれちょっとなんか位置がずれて低めになったんですけど、まあ、ファイボール守られて、いやー、これちょっと入ってほしいって感じなんですけどね。ここまあ守るで、コウモリ来るの分かってるからアイゴレで蓋する。相手ウッド打ったんだ、ここギャング多分つけますね、ウッド打ったなってなって、でここでそうロイフグボーイされて、やばってなって、このロイフグさ入んないと思ったら、それ入ってさ、やばい、ファイブ圏内で終わったと思って、わーバーン、でうわーやばね、2-9決定、もう2倍かよ。でもここはもうロイフグマジアちゃん残ってたんで、もうあのね、真ん中にミニペコウモリフルウープタイム、ヤンキーですね。で、まあ、落ちたって感じですね。激アツ。ヤング2-1って間違いくねってぶっ飛ばしてるから、こういうことね。そういうこともあります。最後の最後、シーズン最後にね、こういうこともあってね、はいはいはい、ちょっとね。
まあ、シーズン最後になるとやっぱこの海外トップとめっちゃ試合できるんでね、その辺はすごい楽しいですね。まあ、コタ選手ぐらいだと分かんないですか、ね、なんかでも海外コーヒー実は僕の方がね高いんです。あ、ごめんなさい、ごめんなさい、なんか今シーズン聞いてください。僕あのロングシーズンで最多77だったんですけど、ショートシーズンで最多77を更新して761までいきました。すごいな、まあ、ショートシーズンとロングシーズン、その1週間ね、その長さが違うんですね、月によって。なんで今月は、今月はロングシーズン、ロングシーズンなんで、多分8000プレイヤーも余裕で出ますね。8200〜8300ぐらい出ると思うんでね、皆さんぜひトラゲを頑張りたい方はね、今シーズンぜひ狙い目だと思うんでね、はい、というわけで、まあ、今日はねこんな感じで、多分次の動画ではファルチェリのなんかとか、トリトンもね僕あの注目結構あると思ってるんですよ。してトリトン、僕的に、僕理論だとクララのゲームにおいて3コスで外れカードが存在しない理論。まあ確かに最近ボンバーも、最近ボンバーもそう、別になんか使えないことないじゃないですか、ナイトとかスケバルとかも。逆にアーチャーとか優秀だし、三角とかも上の方でも使われるし、結構あの3コスの外れカードが、確かにウェアコカミカーすごいな、存在しないと思うんですよ。まあオールブレイカー外れって言ったら多分ポノさんに怒られちゃうんで言えないんですけど、まあほぼないっていうので、まあ3コスのトリトンウルトラだし、結構ね可能性あると思うんでね、その辺のね、まあまた変な多分新しいデッキ生まれると思うんでね、その辺も紹介していきたいなと思います。でははい、こんな感じで終わりにしたいと思います。今シーズンもね8000、まあ、僕今シーズン8000いきます、はい、宣言します。8000いかなかったらコタがなんかします。マッケ自分消すよ。はい、ではチャンネル登録ね、コタの概要欄貼っておくんで、皆さんお願いします。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。